久保さん、今回、層にしましょうか。まあ、この髪の毛の層もね、一本一本で成り上がってるんですけど、この一本一本が薄いし、減ってきたし、どんどんボリュームがぺっちゃんこになってきましたね。<laughs> タウンページはね、一枚一枚薄いんだけど、層が重なると分厚くなるっていうね。だから、あの、人生の厚みを増すっていうのは、 常にやっぱな、何かこうやっているっていうことが大事なのかなっていう。だ甘んじない、まあ、何か常にこうやっているっていうのは本当挑戦したりとか、継続しているとか。うーん。まあそもそもね、あの、息を、呼吸を吸って空気を吸って、まあそれは継続してるわけじゃないですか。生きてる間は。だからね、何かやんないとダメっすよ。うーん。 そうやっぱねおあの、天狗になって思考,思考停止する行動もしなくなる。特に思考停止するのが非常に良くないんですよ。考えなくなる。要は例えば、お金をたくさん持つようになると、あんま考えなくなるんですよね。だって、ゆとりがあるから。だけど、常に微力でもいいから思考を停止せず、まあ、お金はあるけれども、常に想定する、常に考える、うん、っていうことをしと,しとかないと、 うーん。多分まあ、人生きついでしょうね。で、なんでほとんどの人が人生きついかっていうと、思考が停止してるからですね。まあ、思考が動いてたとしても行動してないとダメなんですけど、ただ前提条件として、やっぱそのパソコン、 のソフトを動かすためにはパソコンを起動しないといけないじゃないですか起動してるからこそソフトが動くわけですよだから起動してなかったらそもそも動かないっていうところがあるんで、まあ、ただ人間にはね思考以外にも思いだったりとか意思だったりとかちょ,っとちょっと違う概念もあるのでまあ一概には言えないですけど一番分かりやすいのはやっぱ思考ですよね考える力で僕もいろんなお客さんをこう対応して思うのがやっぱその考えるっていうことをやってないんですよね 本当にまあ、あ、考えるっていうことがやってないんだなっていうのはね、めちゃくちゃ感じますね。うん。ん。この前ね、その、うんなんかそのし、熟成さんでし集客が思うようにうまくいってませんと。それ悩みですみたいな。うまくあんまりいってませんと。いや、みんなうまくいかないんすよと。あなたの勤めてる会社も集客、 余裕ですとか多分ないと思いますよみたいな。<laughs> 要は全部の、ほとんどの会社で新規の集客に悩んでるし、ビジネスをやるんだったら集客に悩まないっていうのは一部いるかもしれないですけど、常にやっぱ集客のことは考えないといけないし、うん。だけど、なんか、まあそういう考え方なんですよね。うん、なんか、 YouTube やれば集客できるなわけないじゃないですか <laughs>。ブログやれば集客できる。全員億万長者じゃないですか、みたいなね <laughs>。億万長者に参加すれば全員億万長者なのかっていうわけじゃないわけですよ。考えて行動しないとダメなわけですよね。なんかね、思考停止してるというか。うん。だから結構ね、稼いでる人の質問って、 今僕はこう考えてます。で,こう,いう戦略で,すでこういうふうに思ってるし、まあ、こう考えてるしでこういうことやってるんだけども吉谷さん的にはここに対してなんか吉谷さんがやるんだったらどうしますかっていうえ稼いでる人の質問っていうのは自分の思考もあるしじゃあ吉谷さんだったらこれをどう考えるのかっていうところを質問しますね。 要は自分も考えてるんだけど、自分以外のヒントだったりアイディアっていうのは考えてやってるんだけども、それ以上のものがやっぱ自分の限界があるじゃないですか。だからその新しいヒントを得るために勉強するわけなんだけども、それを質問するんですよね。僕はこう考えてます。で、こういうふうな戦略でやってます。ただ、吉谷さんだったらこれどういうふうに展開していきますかみたいな。こういう質問の仕方をしますね。特に僕の最高額ですね。 えー、コ,ンコンサル、まあコンサルか、まあ塾生さんも結構稼いでる子出てきたんであれなんですけど、まあコンサル生でね、あただね、学生ですからね、大学生、まあ辞めましたけどね、途中で大学を辞めたんだけど、まあ大学生の時に僕のコンサル、大,3大学3年かなまあその時にコンサル入ってきた子がいて、その子1億円稼いでランボルギーに買ったわけですよ。で、乗せてもらいましたけど、ね、久保さんの自宅に行った時もね、あ、すごいなと思いましたけど、 なんかランボルギーに助手席に乗ったときは、まあ、こういうこともあんだな、みたいな。<laughs> 当時ね、吉田さん、セミナーやるためにどうしたらいいですかとか、か一緒にセミナーやろうぜとか、なんかもう最初全然わかんなかったんですよ。だけど、あのー、なんだ、億っすか。<laughs> まあ多分3億ぐらい稼いだんじゃないかな。僕が報告もらってる段階では1億ぐらいだったんですけど、多分3億はいったと思いますけどね。 うん、で、当時、あとは、稼いだお金を結構その子頭良かったんで、仮想通貨とかもまあまあ買ってたんですよ。だから結構、その、かなりね、もう5、6年前の話なんで、仮想通貨が上がるぐらいの時に多分買ってたんで、多分結構、それでお金作ったと思うんですけどね。そ、そこは聞いてないですけど。うん。で、彼の質問の仕方が、すごいやっぱ、あれでしたよね。うん、考えてるんですよ。 僕こういうふうにやってこういうふうに考えてるんだけども、吉谷さん的に戦略はどうしますっていう質問をずっとしてましたし、あと一番びっくりしたのが、お金の渡し方ですよね。当時僕、コンサル100万でやってたんですけど、100万の現金を、100万をどう吉谷さんに渡すとインパクトがあるのか、印象に残るのか、それも考えた上で、あの、なんだ、吉谷さん、あの、ちょっと手渡ししたいんですけどみたいな。 今から家来れますかみたいなだかその振り込むのもお金をこう現金で渡すのもまあ一緒じゃないですか別にその100万円は変わらないんだけども100万払う時もどういう方がそのインパクトがあるのかっていうところで考えてやってたってまああと聞いた後々聞いたんですけどねそれはだそれも吉谷さんにどういうインパクトをこう与えればいいのかって考えて。 100万円でこう渡した方がインパクトあるよね、みたいな。うん。だからね、うん。まあ成功している人、結果出てる人で考えてませんっていう人は多分いないと思いますよね。事業を考えなく、経営を考えなく成功してます。ありえないと思いますね。多分。ありえます。全く考えてません。でも成功してます。 どういうことみたいな。まあ探せば本当に一部の一部の一部いるかもしれないですよ。要は、まあどういうことかっていうと、自分は考えてないんだけども、周りに考えてくれる人がいて、その人たちが動いてくれてるから。でもその時、その人は考える力はないんだけど、人徳っていうのがあってね。 まあなんかその人を魅力的にこう引き寄せる、つけるっていう力があって、それで周りの人に考えてもらうみたいなね。まあそういうパターンもあるでしょうけれども、もほとんど経営者の人とかで考えてない人とかいないですよね。経営戦略考えるでしょう、どう考えても。<laughs> でも、一般の人って経営戦略考えないじゃないですか。会社の経営の戦略考えます従業員の人が。考えないですよ。うん、だからまあ、 僕はまあ一人でこう稼ぐようやって、まあ自分の会社もありますけど、久保さんも会社あると思いますし、まあその、まあ一人社長ですけどね、今は。一人社長ですけども、常にやっぱ考えてますから。うん。まあ365日24時間何か考えてますね。考えないってことはないんですよ。うん。常に考えてますね。だけど、みんな考えてないから、 ネットビジネスで一人でこう稼いでいくってなると考えないといけないじゃないですか。だからその考えるのがしんどいんですよ。だからそのどうやったらアクセス集まるのかっていう答えが欲しいんですよね。あもちろんね、ヒントは出せ、こういうふうにやればいいんじゃないですかっていう僕、基本的にアドバイスはヒントなんで,で、そのヒントをもとにどう考えるかなんですよ。絶対はないんで、まあ、その人生に答えもないし、ビジネスに答えもないんですよ。 うん。だから、答えがないんだけども、思考停止した状態なんでしょうね。答えがあれば稼げるみたいな。答えがあれば稼げるみたいなね。本当は答えないんですけどね。うん。あくまでも全部ヒントですから。うん。で、その答えがあったとしても、自分にフィッティングするかどうかは分かんないですよね。例えば、 営業で成功する方法があったとします。じゃああなたにその営業で成功する方法がフィッ、成功はするんですよ。嘘じゃないですよ。だけどその成功法則、営業マンの成功法則があなたがもし、なんだ事務職をやってたとするならば、ちょっと合わないですよね。まあ確かにまあ営業の成功、営業で成功する方法なんだけど、私はその事務員として成功する方法が欲しいんだって話ですよね。 だからやっぱ思考の階層というかねどうだから今度僕40歳の時に、まあ、R の思考っていうねあの新商品をこう出す上で今から作ってるんですよで半年がかりで作る計画で今やってるんですけどで毎週こうコンテンツを追加してってるんですけどそこでも思考の階層っていうことで階層ごとにこう段階層にこう教材を作ってるんですけど やっぱこの層ですね、どれだけの層があるのかっていうのが超大事かなと思いますね。厚み厚さ。うん。そう。それがまあ人生の深み厚さにもなってくると思いますけどね。はい。いってらっしゃい。